どうもゆうさです。はい、さあ行きましょう。こちらはマザー2ギーグの逆襲です。ギーグストライクスバックやって、むちゃくちゃかっこいいロゴというか、演出から始まりましたね。アメリカ映画さながらのというか、まあテーマになってるのはそういうことだと思うんですけど、すげえかっこいい。もうセンスの塊と言っていいでしょう。タイトルロゴもめちゃくちゃかっこいいし、今なんか始まってるこのムービーみたいなのも超かわいいですね。まあドットの限界に挑んでる感じもありますし、またなんでしょう、このなんていうかな、この本当にアメリカ映画的可愛らしさですね。わあいいね、チャリ、そういうのがふんだんに盛り込まれたゲームでございます。まあ、まずは、1を見ていただいた方、1のプレイ動画を見ていただいた方、たくさんおられると思うんですけど、それの続編になる2です。はい。で、僕は初見ではないです、ちなみに。ストーリーのあらかたはなんとなくは覚えてるんですけど、まあ、あんま覚えてないです。もう、いつものパターンで、レトロゲームのいつものパターンで、大昔ですからね、プレイしたのは。本当に、1994年でしたよね、これ。発売当時にやってるんで、もう今から言ったら何年前ですか、25年前ですか、さすがに覚えてないですけど、楽しんでプレイしたいなと思います。さあ行こう。ステレオウィンドウタイプは、あ、色変えれんねや、ナッツ、おしゃれですけどね。まあプレーンでいきますか、とりあえず。ネストつけたいところですけど、勇者でいきます。結構やっぱね、自分の名前をつけるとやっぱ感情移入しやすいので、これも自分と思っていきます。いいですか、いいですか、言われた。女の子はベティ、女の子はもうベティ、いやもうベティが合うもんね、ほぼベティですよ、この顔は。ベティ、オッケーですか、オッケーですか、オッケーす。こいつはどこ向いてんの、当たった。真面目です。お前は真面目です。オッケーですか、終わり、オッケーす、オッケーす。うわ、これはもう特徴ありますね、めちゃくちゃ特徴ある。もう完全にほらあっち系の方ですね。丸顔です。よし、 OK ですか、 OK です。あ、ワンや、ワン、うわー、かわいいな、お前かわいいな、こいつ。なんやろう、何しよう、なんか賢そうな名前がいいな、アルフレッド的な。エルドレッドにしよう。エルドレッドです。オッケー。オッケーですか？オッケーっす。え？好きな献立はカレーです。ガチなやつです。ガチ。ガチなカレーです。前もこんなようなことを言ったような気がしますが、まあ、覚えていません。なんかこんなようなことを言ったような記憶が若干あります。OK ですか？ OK ですか？かっこいいと思うものは、何やろう、なんか自由人かな。あとはかっこいいと思うものが、まあいろいろあるんですけどね。吉川晃司の歌い方、あとは何やろな、なんかまあいろいろあるんですけどね、一番かっこいいと思うものを選んだ、ものを選んだ方がいいのかな、それとも概念を選んだ方がいいのかな、ねえちょっとわからないですけど、やっぱまあ吉川晃司かな、かまあなんか、あ、なんかあれがいいな、こう不倫とかしてもなんか悪びれない人みたいな、
犯罪犯しても悪びれない人だから犯6文字で言わなあかんすよ、それを。犯罪犯しても悪びれないやつを6文字で言わなあかんから、やばいやつです。やばいやつ。よし、 OK ですか？ OK です。OK です。わお、いいね。まずもう BGM が神だということはもう確定してますので、この時点で、はい、自信を持って言えると思いますので、よっしゃ行こう。多分ね、ワンのアレンジみたいなのも多いと思うんで、 1990X 年、地球は核の炎に包まれた。実際ストーリー的には続編というよりかは多分ブラッシュアップされた感じのグレードアップみたいな感じだと思うんですよね。オネット、まあ一応逆襲とはなってますけど、勇者の家、やっぱすごいグラフィック綺麗になってんな。これこだわりを感じる。全画面じゃなくてね、ここの切り取られて、ほら、わかりますかね、これちょっとなんか墜落したぞ、パトカーの音がするのはいいんですけど、これね結構ほら部屋感浮いてるんですよね。このグラフィック上浮いてるっていうか、説明しにくいんですけど。あ、明るくなった。なんか起こったわ。なんか墜落しましたね。うわ、お兄ちゃんも今の音で目が覚めちゃったの？怖かったね。なんか調べたりとか。20ドル持ってんのかな。で、HP が30、PP が10。チェック。ボロのバット来た。これは装備していった方がいいのかね。おお、音がいちいちかっこいいぜ。ボロのバット装備。バトルがあるってことか。寝癖がすごいから、ちょっと帽子的なものを。とんでもないことになってるから、これ、寝癖が。何だったのかしら、あの音。勇者、あなたちょっとも怖がってないみたいね。まさか外へ様子を見に行きたいなんて言うんじゃないでしょうね。行くでしょ。わかったわ。ママが止めても部屋を抜け出して見に行くんでしょうから、せめてちゃんと着替えて行ってらっしゃい。はい。あ、着替えた。うわ、かわいいな。これがメインビジュアルですかね。めっちゃかわいいな。とて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 。いくつぐらいなのね、この設定は。小学生ぐらいですかね。わん。犬も人も夜は寝るもんだぜ。寝ろよ。喋りよる。電話は、特に何もなし。すごい音してるよ。町に帰りたいのに道路が通行止めなんだ。隕石が落ちた。隕石落ちたんや。ほうほうほう。物々しい雰囲気。オネット警察は何かあるとすぐに道路を封鎖するので有名なんだ。ギネスに挑戦してるんだ。隕石落ちたぐらいでパニックになるんじゃない。出た。大パニック、大パニック。隕石が落ちたの？ちょっと回り込んでいくんですかね。南オネット市街。オネット市街に隕石が落ちたのか。お、やるやつおるなこれ。さっきの音を聞いただろ。この近所に隕石が落ちたらしいんだ。俺が一番に見に来たんだな。俺が一番に見に来たんだぞ。こだわっとるね。警察がうろうろしてるわ。今何時だと思ってるんだ。さっさと家に帰るんだ。あー、ここも封鎖されてんのかな。え、違う。こっちには隕石が落っこちるし、街ではシャーク団の連中が暴れ出してるっていうし、お前らみたいな子供がうろうろするし、腹はペコペコだし、嫌になっちゃうよな。山の方は隕石が落ちて危険だから、と注意したらお前行くのをやめるだろうか。哲学みたいになってる。なんか家がある、そこに。もうこっちグイグイ行ってますけど大丈夫？おい、これ今何時だと思ってる。山の方に隕石が落ちたのか。こっちは追ってんのかな。
よし、チェックチェック。バターロール。これは回復アイテムですかね。は、え？ピスタチオの人ですか。懐かしいな。なんの。トレジャーハンター、ライアーホーランドの家はここです。いや、勇者ちゃん。え？ガチ本物？隕石がゴーッとすごい音を立てて落ちてね、それはもう大変だった。俺はいつもニンニクを食べて体を強くしてくるから平気だったけど、一般の市民なら気を失ってたろうね。それにしても警官がうろちょろしてるうちは、俺の人生をかけた秘密の宝探しも、おっと口が滑りそうになっちゃったよ。そんなことより勇者ちゃん、この素晴らしい看板をチェックしてくれたかい？俺が文字を書いたんだ。その仕事が本職だからな。トレジャーハンターが本職ってこと？で、人生をかけてこいつ何か探しとんのや。すごい、ピスタチオ探しとるわ。ああ落ちてる隕石や。すげえ。どうもあの隕石は普通じゃないな。ストレンジというか、マーベラスというか、ミステリアスというか。入れへん。え、でもおるやんね。ユーシャ、いいところに来た。ポーキーをなんとかしてくれよ。うるさくて参ってるんだ。お前ら友達なんだろ。ポーキーわかんないですけど、はい。その家が隣同士だし、これポーキー。なんで勇者じゃないか。矢島は警察の皆さんの邪魔になるんだぞ。お前もうちに帰れよ。謎の隕石のことならこのポーキー様が明日詳しく教えてやるからさ。俺はいいけど、お前は邪魔になってるんだ。お前も邪魔やろ、ポーキー。ジャバオみたいな感じかな、ポーキーは。邪魔だって言ってる。でも誰かおるっすけどね。うわ、なんとか行けへんかな。行きてえな、おい。帰るしかないのかな。さすがに子供は現場には入れませんか。ポーキーの家多分ありましたよね、あの隣にね。ちょっと行ってみるか。ポーキーと友達かどうか聞かれて一応はいにしたけど、同級生みたいなことなんですかね、多分幼馴染というか。こいつは誰やねん。これポーキーの家ですよね、多分。ああ眠い。パパとママはまだ町から帰ってこないし、ポーキー兄ちゃんは飛び出したっきりだし、もう寝ようかと思ってるんだ。なんか変な音してるけど。これあの隕石から流れてるような音なんでしょうか。ものすごく不思議な。これすごいな。なんか家の中からパトカーの音が聞こえてるこの感じね。もや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 音してますね、ずっとね。帰るしかないか。あ、待っとるわ、お母さん。お母さん待っとる。ごめんね。ただいまです。お帰り勇者、何も言わなくてもいいの。ママは分かってるつもりよ。今日はもう遅いから早くお休みなさい。はい。まあ、一応、ちらっとは見えましたね。さらに夜も更けて。だだ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 。え？なに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 よ。おー、叩くな叩くな。夜中やぞ。誰かノックしてるみたい。下品な叩き方だな。ポーキーちゃう、もしかして。なんやなんやねん。こんな時間に誰かがドアをノックしてるみたい。勇者出てちょうだい。体についた飲みに血を吸わせてるんでね。じっとしてるんだ今はね。こいつずっと寝とるんかな。どん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 。あ、かわいい。来た、ポーキーや。どうしたん、こんな夜に。たた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 、大変なんだよ。何がって何がじゃないよ。あの隕石の落ちたところにピッキーを連れてったら弟かな。あ、おばさんこんばんは。いつも綺麗ですね。つまりピッキーを連れてったらさ、警察はシャーク団が暴れてるからってそっちへ行っちゃってて、だからピッキーがいなくなっちまったんだよ。警察が悪いんだよ。僕が悪くなくてさ。でも父ちゃんが帰ってきたら俺が怒られるだろ。ケツ叩き100回だ。一緒にピッキーを探しに行ってくれるだろ。親友だってことでさ。言ったるよ。そうか、友よ。レッツで行こうだぜ。ちゃんとママに挨拶をしてから行けよ。ねえ、おばさん。話は分かったよ。頼りにならないんだけど、エルドレッドを連れて行きなさい。おう、トレイシーの部屋にあるボロのバットもこんな時にこそ役立つんじゃない？よその人は何て言うか知らないけど、ママの目にはとても頼もしく見えるわ、勇者ちゃん。イエイ、ファイト。ノリがいいぞ、これ。おかん、ノリがいいぞ。せめてちゃんと着替えて行ってらっしゃい。
はい、ボロのバットはもうゲットしてて装備してるからエルドレッド連れて行っていいねや。こういう時こそ動き出すんやな、エルドレッドは。おい、行くぞエルドレッドよ。僕についてきてほしい。はい、しょうがない、行こうかな。来たー。ポーキー、口どうなってんの、口はよ。お前も行くんやろ、お前が先頭に立つんだ、行こうぜ。よし、ポーキーも来た。ポーキーが仲間になった。電話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 、どうしたどうした、こんな時間に。もしもし、パパだ。若い時の苦労は勝手でもしろという言葉もあるじゃないか。パパはいつでもお前の味方だ。恐れずに勇気を持ってやってみなさい。冒険の節目節目には必ずパパのところに電話しなさい。冒険の記録をつけてあげるからね。お前の銀行口座に30ドル振り込んでおいて。ありがとうございます。キャッシュカードを持ってるだろう。キャッシュディスペンサーから引き出して自由に使いなさい。はい、パパだってヒーローの父親になれるなら悪い気はしないぞ。なんかなかなか親父もアメリカっぽくていいな。さあ、ここから冒険始まる。お、早速カラス。これ雑魚ですかね。憎いカラスに襲われた。おいおい、仲間なってないのかい。グン、結構食らってる。あ、エルドレッドもやってくれとるな。グン、いや、きつくない？めちゃめちゃ食らってますけど。どさくさに紛れて何か盗もうとした。うわー、やばいよ、死ぬて。ナイス。はぁはぁ、クッキーだった。クッキー食った方がいいよな。何の説明もなく試合が始まり、6手。え、ちょっと待って、回復した。こんなんいきなり死にますけど。お母さん、お母さん、ちょっと教えてくださいや。お腹が空いたの。ガチなカレーを食べなさい。ポーキーくんはガチなカレー大嫌い。嘘やん。デブはカレー絶対好きですけどね。カレー嫌いなデブっていないですよ。ゼロです。おかしいですね。これちょっとレベル上げたい。いきなりレベル上げたいんですけど、戦い方が間違ってんのかな。す？このシンボルエンカウント方式なんですね。 PSI、何もない。オート。あ、ニタニタ笑ったりしてくれんねや。いや、強えわ。無関係を装ったポーキーは。エルドレッド行け、スマッシュ。ナイス。いや、強いって。マジきつい、マジできつい、これ。よし、レベル上がった。ライフアップアルファ覚えた。おしおしおし、これでなんとかなるか。ライフアップアルファで。よーしよしよしよし。安定の。あ、違う違う、こっちや。うわ、ドキドキしますね。子供がこう、夜に出歩くの、敵やろな。あ、ワン、エルドレッドのライバル。恩知らずな犬や。エルドレッドとは違うぜ。低いうなり声を上げている。よっしゃあ、当ててけ。エルドレッドの攻撃がバシバシヒットします。戦闘曲も可愛いな。多分ね、キャラによって違うと思うので、戦闘曲ずっと一律じゃないと思いますので。マザーのことなんで、ちょっと楽しみですね。ヘビヘビ、人を騙し食らうヘビ、巻きヘビ。すごい曲がかわいい。 OK。 やっぱカラスは強かったっすね。あそこでちょっとレベル上げていけよみたいな、ちょっと親切設計なんかな。お、ずっとやるね。小さい子供が上の方にいたみたいだったけど、俺は忙しくてさ。何せ忙しいから、俺って人間はやるときはやる男だけどね。こいつやばいな。あ、いた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 。ていうか隕石の近くまで行けるやん。ていうかどうなってん、こんなとこにも穴開いてますしね。来た。こんな怖いところだと知ってたら僕来なかったよ。帰る。あ、ああ、エルドレッドが、こ、怖いかな。まだあちこちで炎が燃えている。熱い。
おい、よかった。わっ、ポーキーが怖がっていなくなっちゃったから随分探してたんだぜ。無事でよかったよ。早く家に帰ろうぜ。親も心配してるぞ。まったくどっちが兄貴だか分かりゃしないよ。え？ピッキーが仲間になった。今ピッキーが喋ったの？よっしゃ、ブーンブーンってカブトムシが飛んでるみたいな音が聞こえないか。いや、聞こえない。聞こえろよ。今聞こえた、今聞こえた。うわ、これやばいぞ。回収しに来よったぞ。虫やん。わしはカブトムシではない。10年後の未来からやってきたものじゃ。未来はもうさんさんたるありさまじゃ。ギーグという銀河宇宙最大の破壊主が何もかもを地獄の暗闇に叩き込んでしまったのじゃ。しかしじゃ、わしのいる未来に不思議な言い伝えが残っているのじゃ。少年がそこにたどり着くならば、正しき者は光を見つける。時の流れは悪夢の大岩を砕き、光の道ができる。と。その少年が勇者、あんたなのじゃということが、わしの鋭い直感で分かったのじゃ。ギーグの悪の計画はもうすでに地球の一部に及んでいるはずじゃ。今すぐに戦いを始めれば間に合うはずじゃ。大切なのは知恵と勇気、そして仲間たち。言い伝えでは3人の少年と1人の少女がギーグを倒すという。詳しいことは後で教える。いくぞ、心配するな。とはいうものの勇者、わしの話をちゃんと聞いていた。はい、聞いていました。長い話をよく聞いた。見込み通りの関心な少年じゃ。よっしゃー、なんか選ばれし者になったわ。ハエめっちゃ飛んでますけど。頭ブンブーンが仲間になった。あ、仲間になったんやこれ。勇者、ずいぶん厄介なことに巻き込まれたみたいだな。3人の少年って俺も入ってるのかな。嫌だな、ドキドキ。入ってないんちゃいます？名前つけてないっすもん。入ってへんのちゃいます？選ばれし顔とは思えへんわね。お前聞いてたやろ。あんただけにちょいと話があるんだけど、後で一人で俺んとこに来てくれ。え？怖い。いたずらされようとしてる。ポー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 って。なんか重要ですぜこれみたいな感じの音が鳴りましたね。ああいう音の鳴らし方のセンスもいいっすね。素晴らしい。ずっとブンブン飛んでる。なんとかならんかな、これポケットに入れるとかさ。ずっとブン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 、なんかならんかねこれ。エルドレッド食ってまいよねこれ。え、ああ、久しぶりだなブンブン。ギーグ様の計画を邪魔することにお前は昔から熱心だった。しかしブンブン、もう諦めろ。お前は英雄ではなくただの虫けらなのだ。叩き潰してやる。やばそう、やばそうやぞ。スターマンちゃんこれ。スターマンの息子や。出た。いやこれやばそうやな。サイコシールド。え、勇者の体が包まれんの？ブンブーンが唱えてくれたのか。 PK ファイヤーベータサイコシールドが書き出した。すげえ、サイコシールド強え。無効化するのか。めっちゃ強え。67。 PK ファイヤーサイコシールド素晴らしい。ブンブーンがもうサイコシールド張りまくってくれてるから強さが増す。重ねかけることもできるのか。PK フリーズ。来てる来てる。これ当たらない、向こう。なるほどな。強さが増した。ガチガチに固めとるな。サイコシールド強いっすね。どれぐらい、おー倒した。どれくらいシールドが残ってるかとかは感覚でしかないねんね、これ多分。はい、レベルが上がりましたよ。結構 HP 上がったぞ。で、上昇分は、レベル上がったら上昇分は一応、プラスで今の現ステータスに入るみたいですね。奴はわしを消すために10年後の未来からやってきた殺し屋。じゃあ、
だがまだ安心はできん。勇者よ、あんたが戦うのはギーグの送り込んだ敵たちばかりではない。同じ地球の中の悪しき心の人間たちもあんたの冒険の旅を妨害するじゃろう。動物たちが攻撃的になっているのもおそらくギーグの力が彼らの悪の心を刺激しているからに違いないのじゃ。なるほどね、なるほどね。ブン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 、セーブしとこうか一回ね。パパ、あ、いろんなかけ先いけんねや。おーっとと67ドル記録しましょうか。はい、では第1回マザー2この辺で終わりたいと思います。もういきなり面白そうな匂いしかしてないですね。ぜひ皆さん、特にラストシーンが僕的には印象に残っていますので、そこを見てもらうためには全部ね、物語を見て、物語を見ないとその振りが効かないというようなラストシーンだったと僕は記憶してますので、それに向かって、コツコツやっていきたいなと思いますので、皆さんもどうぞお付き合いよろしくお願いします。では見ていただいてありがとうございました。